こんにちは、 北海道。さあ、もうぼちぼち振動も終わって、まもなく道の駅7へってところじゃないですか。 いつも車中泊する道の駅ですけれども、 キャンピングカーの展示場みたいになってるけど、マジで生のキャンピングカー多いんだよね、本当は。本当展示場だね、笑っちゃうぐらい。あ、この明るい積みんだよ。さあ、寝床できたんじゃないでしょうか。 聞いていただきましょうか。私の大好きなレモンと、では飲み動画いただきます。ね、さあ、時間は1時過ぎですね。現在は道の駅7へ、ちょうど男爵ランチの前に車を止めました。まあそんなわけで、あとは飲んで寝るだけです。ってなわけで止めましょう。 では、おやすみなさい。よいしょ。起きたー。起きたよー。8時半ぐらい。ちょっと曇ってるね。悪いね。あー、カフェラテうまい。美味しい。セイコマのカフェラテ。いや、セイコマのカードを忘れてきたな。すっかり持ってくの忘れてた。 正面に映るのは男爵ラウンジでございます。まだ閉まっ8時ですから、閉まってますね。いや、なんだろう、このむさっ苦しいは何でしょうね。超むさっ苦しい。朝飯でも食べよっか。青森のユニバースってお店で買った卵サンド、これ美味しい。100円だったよ。と、家買ってたのと。 うめえや。超うめえ。いや、なんか本当絵面が汚いね。ダメだね、これね。お、男爵ラウンジ開くんじゃない。ヒレカツサンドも行っちゃおうかな。いや、それにしても本当絵面汚ねえ。無職のおっさんが車中泊生活する10日目みたいな感じ。 大差ねえけどね。すげえやわけ。ミンチカツみたいなヒレカツだ。あ、何度も言うようですが、これごめんなさい、これマイクで。ここしかないのね。専門短いしさ、集音効果として一番ベストだしさ、しょうがないんですよ。これ考えますから、こうやって。なんかあんまり柔らかすぎるヒレカツもあれだね。歯応えがないとくったりしないね。本当ミンチカツ食ってるみたい。 ソースもいらねえな、これな。あ、ソースの味しかして。さあ、男爵ラウンジ行ってみましょう。男爵、旬、チーフ。うわ、なんか何も靴下。 今日飯どこ行った？今日飯どっか行っちゃった。よいしょ。はっはっはっ。
この薪の匂いかな、なんか薪の匂いすると思った。すごい。あ、ひくおめちゃん廃盤になってる。ねえ。白老牛カレーだって。これ買ってたら面白い。なんか、ああなんか面白い。セットものある。これいいね、このギフトセットね。なんか面白いよ。さあなんかちょっと品揃え変わったね。行こう。そば粉パスタだって。ええー。面白いね。でもどう頑張っても俺そばになると思うんだけど、パスタになるのかね。ちょっとあれか、また違う腰が出てくるって感じ。へえ、いやなんか今超気になるんだけど、超気になるんだけど、まるで味噌ラーメンを食べているような感覚。本当ですか。まあいいや、今日はいいや。食べるオリーブオイル、へえ面白い。食べるオリーブオイルちょっと汚いよ。これどうだったこれ。面白い面白い。今日はこのまま行っちゃったんで。いやなんかちょっと品揃変わってた。引き止めちゃなかったね。売れねえんだべな。さあ行きましょうか。おいしょ。さあ行っちゃいましょう。なんかここ走ると函館来たって感じするね。あのトンネル抜けるまでがなんか函館って感じするね。はい、トンネルだよ。上がると大沼のキャンプ場とか湖あるのかな。あーいいね、いい、いつ来てもいい。やっぱりさあもうちょっと行ったところになんかネズミ捕りポイントあるって気がするな。じゃない、毎回行ってっか。なんかコーナーの入る途中だから開けたぐらいにあんねん、いるんだよね。怖いんだよな。あー多分これぐらい。ここに待機してるね、いつも。あるこれ。ここに待機してる。ちょっと紅葉始まってんじゃないですか。いいね。大雪山とかあの辺り行ったら紅葉切るかもしれないですよ。うおー、なんかいい。四国っぽい。わー、これ左危ないこれ。いいかな、つっかな。そう、左かもね、湖なんだろうね、これね。いや、いい。何度来てもいい。この路線はいいよ。雄大だね。ああ、これベストポイントやな、これ。うわ、なんかやっぱ、北連のスタンド見ると北海道来たって感じするね。フラッグとかまだ配ってるんでしょうか。ライダースフラッグ。オープンだって、そうだよね。なかったよね、ここね。なかったっつうか違うスタンドだったっていうの。湯守の道の駅でちょっと寄ってみましょうか。もう少しだ。こんななってんだ、言うのに。あ、もう絶対これ山見れねえよ。山見れると思ってたのに。よっよっよっ。
一切見えねえ。あ、これこれしか見えない。さあ行きましょう。うまいこと出られんのかな、これ。アルファ用のフィルター持ってくるはずだ。通りでなんか飛んじゃっておかしいなと思ったら、そうだよ、フィルター差しね、思いつきで来るとダメね、やっぱ最悪だよ。いやこの田舎たい感じがいいね、トンネル古くさい感じが。おお、トンネルを抜けるともう海ですよ。うわー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 、海太平洋、いいね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 。どっか止めたいな。ちょっと中入っちゃった。そっから見る。うえぇ、ちょっと明るくて見づれえよ。いよっ、ういーういういういてていて。うわうわ、最悪。いや今日最悪。カメラこっちに。さあどうでしょう、最高じゃないでしょうか。うわ、レンズフィルターを取れねえよ。諦めよう、危ねえが。いいんじゃないでしょうか、素晴らしいね。風がちょっと強いけど。さあ行きましょう。いやもうなんか今回の旅ついてね、レンズカバー落としちゃって海に。テンション下がるわ。あ、いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。はい、行くよ。ブルー最高だわ。見た目と全然違うけど、だいぶ脚色されてるけど、実際はこんな青じゃないけど、カメラ越しのこのすっげービビッと、いいペンタブルーみたいな。ソニーだけどね、ソニーブルー、北のブルー。ほんといい青出てる。まあいろいろあるけど、あれだな、ちょっと気を落ち着けよう。せっかく北海道来たんだし、形あるものいつか壊れる、もしくはなくなる。いや本当にこの青 の色のりがいい。ものすごくモニター越しに見てるんだけど最高だね。モニターの発色なのかな、動画自体はクソなのかね、どうなんでしょうか。いやいい景色なんだけど、やっぱあれですな、車だとあれだね、ちょこちょこさ、その辺に止めることできねえからダメだな、やっぱバイクなんだな。機動力悪いわ。いいポイントあってもさ止められないもんな。さあ今度は山々が見えてきましたよ。鹿部町ってのは結構、ああ成功まで壁られて買おう。ダメだ、ここも必ず寄るね、なんかね、なんとなくね、なんか寄りたくなんでね、ここね。さあ成功も寄りましょう。いただきましょう。